細川義国は、江戸時代後期の大名、日後国熊本藩11代藩主、熊本藩細川家12代、10代藩主、細川仁志守るの次男として誕生した。母は、引き師。妖名は、君三郎、六之助。はじめ父、蔡守の変記を取って、森淳、後藩主就任時に兄、喜び前と同じく12代将軍。 徳川家吉から返記を授与されて吉国と名乗る。河江元年に兄の喜び前が創生したため、父、蔡守の着手となる。蔓延元年7月12日、蔡守の死去により、家督を相続する。同年8月21日、左少将に任官する。源氏元年4月11日、14以上に昇進する。同年4月15日、 左中将に任官する。尊能上位には、消極的な人物で、文久二年に、肥後金納党が分裂したのを契機として、反論を尊能論に統一した。慶応二年、長州藩の高杉晋作が、小倉藩を攻撃したとき、小倉藩側に組みして戦ったが、隣国の薩摩藩などの動向が気にかかることもあって、わずかに戦って敗れた後、即座に撤退している。 慶応四年四月二十三日、新政府側に組みする意思を示すため、忌名名お吉国から吉国に改めた。前日の通り、吉国の喜びの字は十二代将軍、徳川家吉から返旗を受けたものであり、それを返上したのである。明治二年六月十七日、半赤法官に伴い、熊本藩知事となった。明治三年五月八日、隠居し、 弟で養子の森久に家督を譲った。同年5月13日、正四位に昇進する。明治9年10月23日、42歳で死去した。ありがとうございます。